南の島からこんにちは、こんばんは、バリトルコミカタホリです。今回ゲストを来ていただいております。そこら辺、あ、そこら辺でいいのかな、そこら辺元気で、はい、ハロー、ナムさん元気であり10分インドネシアすいます芸人のそこら辺元気です、お願いします。ということで今回は、はい、インドネシア住みます芸人、はい、ね、そこら辺元気にいろいろとな困ったこととか苦悩のこととか、なるほど、ちょっとこれきつかったみたいなのね教えてもらえたらなと思います。大丈夫ですか、ちょっとあの吉本への文句が大体ほとんどがそうなっちゃうけども、まあ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 、まあ、話せる限りでよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではバリ島旅行の見方スタート。でまず、はい、軽くなんか自己紹介みたいなところからそうですよ、ね、お願いしてもいいですか。いや多分知らない人もたくさんおられると思うので、吉本所属でですね、知ってる方いらっしゃると思うんですけど、各都道府県に住みます芸人が芸人が住んで活動するっていうのがあるんですけど、まあ、いわゆるそれのアジアバージョン、はい、で、まあ、吉本が、まあ、芸人をアジアにいわゆる派遣しまして、で芸人が住みながら、まあ、現地の人たちに向けてお笑いを届けるっていう吉本の大きなプロジェクトがありまして、まあインドネシア以外にもマレーシア、ベトナム、ミャンマー、フィリピン、台湾、タイ、インドネシア、いや7カ国に今芸人が住んで、今何人かな、20人ぐらいいるんですかね、20人ぐらいいるんですね。そうなんですよ、そのだけいるんですよ。でインドネシアも僕以外にもあと4人、3人になっちゃったんだこれもいろいろあって、いろいろあって、いろいろあって、でも本当にもう住みながら活動しててっていう感じですかね。イベントに出たりとかで、今は本当にありがたいことにそのテレビ番組のレギュラー番組いただきまして、まあ、トランストゥジュっていう番組で、まあ、インドネシア語でテレビに出たりとか、すごいですね。あとは、まあ、この YouTube、うんうん、YouTube で動画を作ったりしています。それが主な活動ですね。ありがとうございます。YouTube の、チャンネルは概要欄に貼っておきます。ありがとうございます。ぜひ気になる方は見てください。お願いします。じゃあまずなんかインドネシアにこう住みます芸人になるまでってどういう感じだったんですか。はい、まあ、なるまではですね、僕本当に芸歴が今7年目、で僕インドネシア住みます芸人になって6年なんで、はい、日本で、まあ、NSC っていう吉本の養成所を卒業して本当にすぐにインドネシア住みます芸人になったんで、まあ、日本で活動で言うと吉本新喜劇以外にちょうどその頃、まあ、お笑いだけど少しちょっと本格的なお芝居をしようっていう、まあ、劇団みたいなのに入らせてもらって、なので本当に数ヶ月、まあ、半年いかないぐらいそこで、まあ、お芝居をさせてもらってまして、でちょうどその頃にあの吉本からアジアすいません芸人になりたい人いませんかみたいなメールが来て、一斉送信で、一斉送信全員芸人全員僕はその頃なんか、まあ、デビューしてすぐだったし、で受かるとも思ってなかったし、まあ、受けてみようっていうので受けたら運よくインドネシアすいません芸人受かってここにいるっていう、インドネシアに渡って、はい、何にまずびっくりしました。いやね、だから僕が、はい、本当にインドネシアのことを全く知らなかったんですよ、うんうん、だから僕もオーディションに受かったんですけど僕は本当にどこの国でも行きますっていうのでうん、うん、であの吉本がじゃあインドネシア行ってくださいっていう風になったので、僕本当に何も知らなくて、うんうん、で僕最初来た時に日本の深夜番組の密着がついてたんですよ。はいはいはい、はい、それがまあ日本語ですね、はい、はい、テレビ東京さんの発掘ベリーっていう深夜番組が密着でついてて、でそこの企画が、売れるまで帰ってこれませんなかなかの大変だなそれそうなんですよ、はいはい、怖いですよで実際売れたら帰れませんしね、こっちで仕事あるから、そうですよね、そういう吉本の罠の罠の企画で、まあ、こっちに渡ってきて、でそのめっちゃかかったんで、だから最初来た頃は本当になんかインドネシアのいろんなものを体験しようみたいなんで、カメラがついてて、だからマジでいろいろしました。多分、ね、僕も初めてしたんですけど、なんかそのヒルわかります、はいはいはい、あの虫のチースヒル、あれを使った治療があるみたいなんで、そのわけで、だからなんか悪い血を吸ってくれるみたいな。いやー怖いなー。で、だからちょっと悪いところにヒールをやってヒールが血吸ってくれて、めちゃめちゃ大きくなって、はい、これ治りましたみたいな治療がインドネシアにあるんですよ。で、だからそれをみんなでやるっていうので、で先輩のそのザ・スリーさんのケンタさんっていう大きい、うんうんうん、ね、あの体大きい方がいて、その人の、まあ、悩みが、あの、いびきがうるさいと。はい。はい、どうしたらいいですかっていうので、じゃあ、ベロの血を脱ぎましょうって。へぇー。なって、そう、だから、ベロ出して、そこにヒルを乗っけて、それで血吸ってもらって、みたいな。
やばいっす。それでもケンタさんはそっから数日間本当に亡くなったんですよ、いびき。へえ。実際本当だったっていう。怖いな。そうだ、そういう本当にそういうね、やばいロケをちょっとそこら辺でいろいろさせられまして。なんかもう今のところ、はい、なんか柔らかい感じの話が多い。柔らかい感じが、まあね、まあ芸人として体張った話、まあそれはまあね、テレビの前でもありましたし、まあ、そう、テレビでなんか見えるような、はい、ここはじゃあ YouTube、 あ、はいはい、 YouTube でしか言えない。YouTube ですか。あ、あります。あの、僕が、あれば、日本のテレビで話そうとして、あ、それはちょっとやめてください、みたいな、言われた話もね、聞きたい。いや、あるんですよ。その、アングラ系っていうか。アングラ系で。はい、いや、だから僕もそんなつもりはなかったんですけど、いや、なんか一回、本当に切って、1年半ぐらいですかね。はい。ぐらいの時に、もう結構インドネシア人の友達もできてきた頃で、うん、で、その頃に、ラマダンの時期、うん、あの、断食をする時期に、その時になんか、夜中に若者たちがなんか食べ物を持って街を回って、でなんかあの食べ物配るみたいな。あ、日が出る前に帰って。はい、で僕の知り合いの大学生が誘ってくれて、そしたらもう大学生がすごいなんか集まってて、僕はなんかボランティアみたいな感じだと思ってたんですよ。はい、話で聞いてたら、そしたらね、みんななんかバイク乗って旗。なんかだからいわゆるヤンキーの集まりみたいな感じでバイク乗って何もう3人乗りとかでうわーって騒いで音バンバンバン鳴らしながらなんか回るみたいな。これあ、ちょっとやばいとこ来たなみたいな。しかも夜中ですし、でなんか車の荷台とか開けてめちゃめちゃあのスピーカーで音楽鳴らしてドンチンドンチンドンチンとかでみんな集まってるんですよ。これやばいとこ来たなと思う。でもまあまあまあ一緒になんかご飯配るいいイベントって聞いてたから、でそこに行ってみんな喋ってたんですよ、そこでね。そしたらなんか一人がなんかタバコ吸ってて、しかもなんかもう細いタバコ、なんだこのタバコみたいなタバコ吸ってて、なんかあ、元気いるみたいな俺なんですよ、タバコ吸うみたいな。僕吸わないから、あー全然大丈夫大丈夫って言って、でまあそのまま吸いにしてたら、その僕を誘ってくれた友達が元気元気元気って言って、なんかインドネシア語ね、こうやって見せてくるんですけど、いや僕全然わかんないです。インドネシア語できない。ないや、ないないない、何言ってんの何言ってんのつって。で、なんか翻訳してくれて、で翻訳でピーって出て、パッって出たら、タイマって出たんですよ。はいはいはい。翻訳で。タイマどういうことって言ったら、うんうん、いや、元気さっき、あの、スウェって言われたやつ、あれ、タイマだよって言われて。へぇー。僕、本当に、まずタバコだと思ってたから、僕が本当にタバコ吸う人間だったら、多分普通に吸っちゃってると思う。みたいな。カルタって意外となんか、まあ、本当にローカルなクラブとかに行くと、もう平気でもう安い値段でタイマーとか買えて、それをみんな吸ってたんですよ、そこで。だから僕は吸わなかったからよかったけど、吸ってたらもう大問題。確かにアジアツイマス芸人タイマータイマで吸ってました。結構インドネシア厳しい。そうね、そうなんですよ。で持ってたりしたら、だから逆になんか僕そうカバンの中に入れられてたりとかしたら、所持っていうので、なんかね一番重いけど死刑になったりもするじゃないですか。うんうんうん。だからもうそれはもうめちゃめちゃ危ない。ミマス芸人死刑死刑はもうスマートニュース。もうやいやいやもう乗せれないぐらいや登録がいやすっげえけどもうそれ一生出れないけど、ないみたいな。いやマジでねそれはねちょっと怖かったっすね。まあそんないろんな危険なこととか危ないことを体験しながらも、はい、でも今インドネシアにいるっていうのはインドネシアが好きっていう、めっちゃ好きです。僕もびっくりしました本当に、インドネシアのこと知らなかったから、で多分すぐ来て、まあ、1,2 年で帰るんかなと思いましたけど、多分インドネシアが僕に合ってたんだと思います。本当にそれが本当に運が良くて、本当にだから本当インドネシアのおかげで今いるんで感謝しかないです今は、はい、なんかこれから2021年になって、はい、まあこれからどんな世界になっていくか分かんないんですけど、いやーそうですね、目標みたいなのってあるんですか。目標だって YouTube50 万人突破、テレビ CM マックル、いやいやマクドナルドのねありましたけど、登録者の目標で言うと、まあ、100万人はまあ来年、まあ、今年中に行きたいなっていうのと、まあ、一番はやっぱ吉本の芸人の中で一番になりたいですよね。あ、いやこれがね、あの、はい、よくあるんですよ、吉本の芸人さんが YouTube やってて、はい、あの吉本の芸人の YouTuber ランキングみたいな、登録者のランキングみたいなので話してるなんか動画結構あるんですけど、そこに、ね、僕はねもう入ってない。だから多分、まあ、一応吉本の芸人なのに、まあ、言ったら海外にいるし誰も知らないしっていうので、そこに入ってないんで、そこに入れるぐらい多分ね1位になったら話伝わると思うんですよ。実はインドネシアになんか登録者1位のやつがいるらしいぞっていうのになると思うから、ちょっと僕はそこをまず目標に
やっていきたいのと、まあ、いわゆるピコ太郎さんみたいな PPAP みたいな感じで、はいはい、何か今その音楽の面でもいろいろなんか作ろうと思っているので、うんうん、そういう音楽の、まあ、コメディミュージックみたいなもので、今ね TikTok とかで結構他のアジアの国の曲とかも流行ったりしてるんで、うんうんうん、そういうのでなんか少しでもなんかバズらして知名度を少しでも上げれたらなっていうのが、ジャカルタからとりあえずバリに届くまで、あ、そうっすよ、だからバリまで本当に評判が届くまでこう待ってますね。そう、仕事でバリに行きたいまず。あ、そうですね。はい、だからそれでもう頻繁にバリとかで、最終的には日本にもね、うんうん、日本にも仕事があって、インドネシアこういうとこですよっていう紹介できるようなのも、まあ本当に最終目標じゃないですけど、まだ遠いですけど、ちょっとそれを目標に頑張っていきたいと思っております。わかりました、ありがとうございます。今日は、そこら辺元気くんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。また呼んでください。ね、堀さんも僕のチャンネルの方にも出ていただいてるので、はいはい、バリで一番美味しいラーメン食べてるので、皆さん、はい、ぜひ見てください。ありがとうございます。ありがとうございました。